本獣医師に聞いたシリーズ、爪切りのやり方。爪切りはこのカリカリポーズで行います。インコちゃんによっては止まり気に止まった状態で切らせてくれる子もいます。これが基本ポーズ。爪切りに使うのは、先生は病院では先が四角いニッパーを使用。うちに遊びに来た時に爪切りをしてくれることになり、切れるアイテムをたくさん集めました。眉毛切り、猫用爪切り、小さいハサミなど、その中で一番切りやすいと言われたのが甘皮切り。自分でやる時もこれを使用しています。こんな感じで体を押さえつつ足を開いてチョキチョキ。爪切りだけに病院に行く時間がないので自分でチョキチョキしてます。先生にも上手と褒められました。犬の爪切りより一瞬で終わるし、血管も丸見えなので簡単です。黒いワンコの爪切りは怖くてできません。頻度は2ヶ月に1度くらい。体に乗ってきた時にチクチクしたり、止まり木から爪が浮いてきたら切る時期です。切りすぎて血が出た場合はティッシュなどで1分くらい抑えればすぐ止まりますので心配いりません。採血するときはもっと深く切られるので、それに比べたら浅い傷です。いつでも気になった時にチョキチョキできるので、セルフチョキチョキできると楽なのでおすすめです。